よいしょっと。はい、こんにちは、こうです。今日もおしゃべりしていきましょう。今日飲むのはこちら、ペプシのゼロキロカロリー。乾杯。うまい。やっぱ炭酸は最高。うまいね。さて、今日はね、何話そうかっていうと、まあ、そんなね、大した話でもないというか、まあ、僕が最近普段感じてることなんだけど、みんなさ、公務員のこと嫌いすぎない?あれなんでなんだろうと思ってね、最近すごい思うんだよね。まあ、僕は今サラリーマンしてる、しててね、やっぱりその同じサラリーマン、もちろんね、サラリーマンをしてる以上はね、付き合いがあるので、どうしてもやっぱりサラリーマンの人っていうのが多いんだけど、サラリーマンの人で公務員に対してなんか良くないイメージを持ってる人っていうのは非常に多いなというのを普通に思うんですよね。まあね、サラリーマンに限らずさ、個人事業主の人だったり、なんか公務員以外の人は本当公務員嫌いだなって人多いなってすごい思うんですよね。これはどうなんですかね、僕の気のせいなんでしょうですかね。なんかすごい多い気がして、うん、まあつい先日もね、厚労省の官僚の人がね、なんかまあ夜中飲み食いね、宴会してて叩かれてましたね。非常に学校の先生とかも不祥事を起こしたりとかさ、警察官が不祥事とか起こしたらみんな叩くじゃないですか。でね、なんか公務員はなんかしょね、身内にはあんまりどうのこうのとかってすごい今叩いてる人が多くてね、ヤフコメとか見るとさ、なんか本当公務員関連のその不祥事のニュースだけやたらコメントが多いというか、反応が大きいような気がして、あ、やっぱ公務員嫌いな人って多いんだなというふうに思ってね。僕は別にね、公務員別に嫌いじゃないんですよ。なんでかっていうと、やっぱり公務員になる人たちっていうのはやっぱそれなりに勉強してさ、努力してその地位を得たわけじゃないですか。ね、本人の努力で慣れたわけだし、それをあんまりね、ギャーギャー言うのは違うなというふうに思うし、やっぱりね、ルール作る側っていうもの人が自分たちに有利なルールにするっていうのは当たり前のことだしね。うん。で、国民のためとは言いつつ、みんなやっぱり自分の生活のためだからさ、やることっていうの。それは自分が損をするようなルールなんて絶対作らないわけで、うん、それが当たり前だしね。まあもちろんね、その、ね、犯罪に関わってることっていうのはもちろんね、処分されて当然だと思うんですけど、で、最近だとさ、本当厚労省のね、官僚の人がその飲み食いしてたとかさ、宴会してたとかっていうことでやたら叩かれてるって、やめろやめろみたいな風潮が出てるけど、それは違うんじゃないって思うよね。僕は別に飲み会してもいいじゃん。まあもちろん本人らがね、しないでくださいっていうふうに言ってる以上はさ、するしないべきかもしれないけど、まあ僕らのとはさ、そういうなんて言うんだろうな、住んでる世界が違うわけじゃんね。やっぱりね、どうしても行かなきゃいけない飲み会とかってのはあるだろうし、ね、たとえ僕らの税金でそれを言ってるとしてもさ、そのね、飲み会がもしかしたらすごいコロナに対する打ち合わせですごい大事なことなのかもしれないし、うん、何が起きてるかわからない以上はね、あんまり僕は叩くべきじゃないなっていうふうに思うんですよね。官僚の人たちだってね、上から言われていやいややってるのかもしれないし、どういう事情があるかわからないしね。まあ、確かに公務員でさ、すっげえムカつく公務員ってのは確かにいるよ。市役所にしたって何したってさ。ただそれはあくまでその人自身が悪いわけであって、それはね、なんか公務員全体が悪いみたいに言うのは僕は違うなというふうに思ってるんですよね。本当にね、公務員をそんなに叩いて、ね、公務員をそんなにね、叩くぐらいだったらね、自分が公務員になったらいいのにって僕は思っちゃいますよね。今はこう、不景気な時代だから公務員がやたらさ、いいって言われるけどさ、20年30年前のバブルの時とかっていうのはね、公務員なんていうのはむしろ負け組だったわけであって、普通にサラリーマンで一部上場企業で働いてる方が給料は圧倒的に良かったわけであってね。僕はね、別に公務員もいいし、サラリーマンもいいとこあるし、結局ね、個人事業主だっていいとこあるし、ね、各仕事においてね、いいとこ悪いことっていうのがあるわけであって、ね、自分が公務員がいいなって思ってたら公務員になればいいじゃんって、それだけの話だよね。まあなんかやたらね、公務員を叩く風潮というか、なんかそれが非常に大きい気がして、なんかそれは違うなっていうふうに思ったんで、今回こういう動画を撮りました。皆さんはどう思うでしょうか?乾杯。はぁ、うまい。なんか思うんだけど、ほんと公務員を叩く人ってさ、我々の血税がとかってさ、言う人ほんと多いけどさ、その人らが一体いくら税金を納めてんだって僕はふと思っちゃうんだけどね。まあまあ、税金がなきゃそういう人たちは生活できないのも事実だけど、でもその人たちもね、公務員の人たちもね、家族があって生活があってってあるわけやからさ、そりゃ自分たちが有利なようにするよ。
人間だもんって思っちゃうんだよね僕は。あんまりね人をね闇雲に叩かずね、まずは自分のできることをやって、自分で収入が足りないと思ったら他にね収入を得る方法っていうのを探したりとか、収入以外の自分の新しい幸せを見つけたりっていう自分でできることをやっていくっていうのが僕は一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。それではね、今回僕のこの話を聞いて面白いなとかね、なんか共感するなとか思ったらね、チャンネル登録や高評価お願いします。自分はこう思うよとかいうのがあればぜひコメント欄に書いてくれると嬉しいです。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。